今日3月29日にインドネシアから、動物たちが届きました。かわいいカップに入ってる。こんな感じだ。かわいいですね。はい。これは袋シマリスといって、ニューギニア島に生息するオッサムの仲間です。まあ、見てもわかる通り、日本にもいっぱいいるシュガーグライダー、いっぱい今ね、ペットとしても人気がありますが、それの親分のような感じですね。ただ、こちらには皮膜はありません。はい。もう嫌だね。なんかおとなしいな、これ。俺の前かと噛みついたけどな、すごく。写真撮るの？見づらい、どこ撮るの？オスだ。オスですね。オスですね。オスはこのように、ちょっと見せてください。どうも。はい。オスはこのように、金玉、睾丸がお腹についています。有袋類の睾丸は下まで降りないんですね。お腹から直接表に出す方式をとっています。はい。ありがとう。あ、かわいい。はい、これは外部寄生虫を駆除しています。かわいい写真撮っておくもん。これ津田さん好きなタイプの顔ですよね。私は大好きですわ。これ袋シマリス、英名でいうとこのストライプポッサムってやつですね。まあ、ストライプポッサムというだけあって、これまあ、ポッサムの仲間なのですが、昔から日本に少量は来ていたんですけども、こんなにいっぺんにこれだけの数が来るというのは僕は見たことがないです。まあ、近年はね、来るのかもしれませんけども、昔はね、こんなにね、頼んだからといってこんなに大量に輸入されるということはなかった動物です。全然おかしい。何言ってんの？かわいいって出す。出てこないの？こっちに。どこに？はい。これはビントロングの赤ちゃんですね。かわいいですね。ね、このビントロングってどこさんって言いましたっけ？なんか、なんとかドゥとかとかついたけど、本当はそこにいないって言ってましたよね。マドゥーラ。そうだ。マドゥーラって言ってるけど、本当はマドゥーラにはいないって言ってましたよね。そうですよね。本当、マドゥーラって言ってるけど、本当はマドゥーラにはいないと言ってた、かなり珍しい色彩変異。というか、色彩変異というよりかは、これは、固有亜種、あるいは、固有の地域変異個体ですね。この、黒っぽい毛が多い、なんて言うんだったら、ちょっと不思議な色のビントロングです。普通ビントロングって黒を主体とした色ですから、かなり珍しい色合いのビントロングだと思います。このようにインドネシアからは、結構面白い動物たちも、というかインドネシアってね、島が多いので、同じ種類でも島によって全然模様が違ったり、色が違ったり、サイズが違ったりというふうに変異が多いので、非常に面白い国だと思います。そうですね、尻尾を押さえて、そう、尻尾を押さえて、そう。もうこれで動けないから。はい。はい。前、背中にあったんだ。あ、読めてるんだ。読めてる。これ？はい、ました。はい。今、マイクロチップナンバーを確認しました。これは正規の繁殖個体のためマイクロチップが埋め込まれています。
はい。こっち大人そうだね。こう、抱っこできるじゃん、普通に。普通に抱っこできるじゃん、これ。これ。はいはいはい。はいはい。はいはい。いい子だね。はい、いい子だね。はい、いい子だね。いい子だね。はい、かわいいね。はい、マイクロチップナンバーを読んで。読めた？はい。はい、あ、うるうるさないでよ。はい。はい。はい。正規輸入のためマイクロチップが埋め込まれています。はい、ナンバーもちゃんとしっかり読めました。はい、赤ちゃん。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 取りましたか？かわいい。かわいい。かわいい。今ちょっと一枚かわいかった。あ、かわいい。あ、かわいい。かわいいですね。はい。それがどっちだろう？どっちだ？番号出てますよ。番号34。オスメス。インプは見てない。あ、お尻やった。お尻まだこれから。4インチあるから、正解。じゃあ、そんな抱っこしないんですか？はい。はい。じゃあ、そんな顔が取れない。かわいい。かわいいです。あ、手がうんこだらけで、こっちのグリップもうんこだらけになっちゃった。あ、そっちに出るの？ちょっと待って。はい、いいですか？はい、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 どうぞ。よいしょ、あー、怖かったね。はい。なんなん、タイミングが悪い。いつも間が悪い。そう、這いずるように動いてますね。これは警戒してるんですね、まだ。まだこの環境に慣れていないので、確認しながら歩いていた上に、這いずりながら歩いていますね。こんなちっちゃくても、ちゃんと防衛する本能は残っているという証ですね。すごいですね。ああ、来た来た。なんだこれは。ああ、やっぱり赤ちゃんですね。もう、警戒心の前に好奇心が勝って、カメラを見に来ましたね。はい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 。はい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 。はい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 。いい子だね。いい子だね。いい子だね。はい、おいしいのもらおうね。はい、おいしいのもらおうね。うん、あったいるよ。俺がこっち出てこねえかな。こっちずれよ。お、見てきました。いいよ、閉じちゃってる。閉じちゃってるよ。
まあ、手もうちょっと柱いて、はい、やっと出てきました。ヘムダルスですね。これかなりの珍獣ですね。日本にももう数匹しかいないものすごい珍獣です。しかもこれなんか慣れてますね。おとなしいと思います。慣れてます。これヘミガルス、あ、なんて言ったっけ、タイガーシュベットか、タイガーシュベットですね。すごいですね。あ、いやー、これを、これはまさか生きてる間に、生で生きてる状態で見ることができるとは思っていませんでした。このようにして、ね、世界的にも珍しい珍獣が日本でも見れるようになるということは、やはりですね、この日本の動物の飼育技術の向上とつながっていると思います。飼育技術の向上があり、信頼があるからこそ輸出国は輸出の許可を下ろすと、そういうことですね。あら、こんなそばまで来てくれました。ちょっとこれね、人に慣れてますね。やっぱりこれね、飼育下でのブリーディング交代らしいので、これはね、人慣れもすごくいいですね。え、お顔ちゃん、こっち向いてごらん。あー、いい子だね。よしよし、ちょっと怖かったんだね。初めて来る場所で怖かったですね。はい、これがタイガーシュフェットヘミガルス。日本に数頭しかいない超珍獣です。これはオスでしたっけ、メスでしたっけ。はい、オス、はい、じゃあメスがここにいるだけですね。これでですね、ここにはですね、もうすでにメスがいますので、これでペアが完成いたしました。まあ、うまくいけば数年のうちにはブリーディングしてこの子らの赤ちゃんができるかもしれません。とかできる、なければならないですね。なんとか頑張っていきたいと思います。はい、今回はですね、このようにですね、インドネシアからいろんな動物が輸入されてきました。ほぼ全て固有種です。あるいは固有亜種、固有の地域個体ということですね。このような感じでね、海外から動物が輸入されるというのは一種の外交です。彼らはこのようにですね、人間の国と国を結ぶというこういう重要な働きを持っています。よくね、パンダ外交なんて言葉が用いられますが、別にね、人間の外交に力を貸してくれているのはパンダだけじゃないんですね。いろんな動物がこのように人間の外交に、人間の平和に力を貸してあげているということなんですよ。ペアでいいんですよ。